あいつ、雨でも走れんのかな。走れるんじゃないか。だってあいつ毎日やってんだろ、豆腐の配達。雨の日だって数えきれないほど。そうだよ、絶対そうだ。だとしたら匠のドライビングテクニックは雨でも通用するってことになる。絶対追いつかせるもんか。このマージンをどんどん広げてやる。雨さえ降れば俺のキューズはダーボ車だってちぎれるんだ。S14、 雨の中でいい走りしてるぜ。 FR って雨だと本当に難しいからな。ああ、踏んでも横向くだけで前に進まねえもんな。下、86だ。雨の中であんなドリフトが？今の何だったんだ？ゾッとしたぜ、あのツッコミ。俺、鳥肌立った。これがついさっきまで女ボケしてたやつの走りか？無理しねえとかなんとか抜かしやがったくせに、こんな走りが高みとっちゃ普通なのかよ。しかも雨と夜で何も見えねえ。どうやって走ってんだよ、真っ暗で。道路なんかどこにあるのかマジに分かんねえじゃねえか。結構言わすな。正気の沙汰じゃねえよこのくせえな。こいつ人間じゃねえよ、化け物だ。